はい、始まりました。皆さんこんにちは、キアカです。始まっていく。こんばんは、ゆいです。野田野田、おはようメイランなのだ。それでは今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。突然ですが皆さん、このゲームで最強の装備は何でしょうか？ブロッカーコン。ブロッカーコンなのだ。はい、その通り。山田、どんな妖怪にもブロッカーコンさえ持たせれば活躍できるもんね。ガードでダメージ半減はいつでも強いのだ。汎用性鬼ヤバいのだ。いやいや、最強の装備は山田コンです。今回はある妖怪に持たせて使います。うばー、山田コンを持つ妖怪なんてマイニャンか太陽神。それか最悪のクマ、トリベアくらいじゃない？ブロッカーコンほど見ないわよ。いいから山田コンが最強と言ってください。動画が進みません。晩ご飯作りませんよ。山田コン最強、山田コン最強、最強なのだ。はい、というわけで本日は山田火の鳥を使います。あれ、守りが1？もともと守り低いけどおかしいのだ。本日の火の鳥は完全なアタッカーなのです。僕らは素早さに全振りしています。両翼に振らなくても山田コンのおかげで火力はとんでもないほどあるので大丈夫と。素早さに振れば翼と同じくらいまで上がるのね。なら大体の攻撃は当たりそう。野田、山田火の鳥ってそんなに火力上がるのだ？実はですね、山田コンって減った体力が多ければ多いほど火力上がるんですよ。割合じゃないっぽいのよね。満タン体力100の残り体力1と、満タン体力200の残り体力1だと、後者の方が火力が高くなるというわけです。さて、マッチングしました。野田、さっきのお勉強の続きだけど、ナローニャンの体力が270前後。猛虎発動した山田ナローニャンの火力は凄まじいわよね。対して火の鳥の体力は465。もし体力1になった時の山田コンの倍率は、山田マイニャンの 1.7 倍以上の火力を出せる。ふふ、期待に胸が膨らみますね。さて、お相手のパーティーはそうなね。パンドラのボケトンマン。トンマンとパンドラは炎耐性ね。パンドラが妖術軽減コンじゃなければ山田コンの倍率次第でゴリ押しできるかもです。うお、まずは火の鳥をいい感じに削るのだ。火の鳥の耐久ラインがわからないので半分くらい減ったら下げますか。うっは、そうなね、強い。いや、守り1ですし、このくらい入りますね。せっかくなら体力バー全滅するくらい減らしたいな。欲張って倒されちゃうのが一番つまらないので、まだ慎重に行きます。まあ、スキルで復活できるので保険はあるんですが。外、お相手さん、パンドラ出しちゃっていいんですか？この出し方はパンドラも山田コンだけど、欲の前ではあまりにも無茶なのだ。驚異の362ダメージというオーバーキルでパンドラを倒すと、勇ましジンとキングコングのスキルのおかげで火力がすごいことになってるわね。このままだと活躍を全て欲に取られるのだ。火の鳥頑張るのだ。そもそも妖術アタッカーはガード無視妖怪と並べると絶対活躍奪われますけどね。じゃあ、なんであんなにロマンを語った火の鳥を最強のガード無視妖怪の欲と一緒に使ったの？なんででしょうかね。ガードしていない妖怪には火の鳥の方が活躍できるはずなのだ。そこで差をつけるのだ。それよりも火の鳥が倒されたのだ。即座に復活するので大丈夫です。しかし、高耐久な欲を半分まで削りますか。武用人棒の火力凄まじいですね。おっと、でもカウンターの七丸で武用人棒を倒していく。どうやら無敵コンでも我慢コンでもなくクリティカルアップコンだったみたいね。これで2体分有利になりましたね。順調すぎて怖い。ただ山狼がいるのだ。早めに倒さないとどんどん回復して蘇生してくるのだ。ですねー。そうだなー。守ってきそうだし、火の鳥の必殺で一気に持っていきたいです。さすがに欲の方が早く溜まってるわね。我が範囲が欲の方が狭いですし、その分早いって感じですね。そして犬ニャンを出したんですが、これで欲を回復します。犬ニャンは気絶した時に周りの妖怪を回復するコンを持ってるのだ。つまり出てきて早々悪いけど、犬ニャンには一度やられてもらうと、欲がいなくなったら普通に負けかねないので必要な犠牲です。とマイニャンが蘇生されていくと、型がよくわかりませんが何でしょうか。山田もうこかなって思ったけど、スキル魔術こそはっぽいわね。引いてきたのだー。むむ、陽気の粒を拾えば火の鳥必殺撃てそうなのだ。もちろんこの気を逃しません。山田くんの倍率は微妙ですが、それでも結構な火力を出せるはずです。犬ニャンの体力は満タンですし、さすがにこれではやられないはず。やられちゃったら回復コンで火の鳥が回復しちゃうわ。危ない危ないなのだ。そうな目にはかわされますか。しかし、その1なら欲の必殺で倒します。まずは火の鳥やっちゃってください。トンマンガード耐えてるし、やっちゃえ。ウォーム山岡に320ダメージで、しかも炎耐性あるトンマンにも130ダメージ出したのだ。いやはや、さすがですね。引いてしまうくらいの効果力。山岡を倒せたのはすごくありがたくて、これで多少雑に動いてしまっても大丈夫です。欲は犬ニャンのおかげでしっかり回復。そして、コーナメに渾身の一撃を。いい火力ですね。あと誰か攻撃すれば倒せそうなのだ。なので、キングコングの必殺いきます。というか、火の鳥山田バフないのに普通におかしい火力出してますよ。単純にステータスの暴力ね。あっととことん吸血は受けます。欲は体力満タンですし、火の鳥はバフに繋がるので、ウバートンマンは倒せたけど、そうなめにはかわされたのだ。
まあ確かにシングコングの素早さは50前後、まあまあな確率でかわされそうではありますが、てかここ混乱して呂布の前に壁出してますね。すみません。ちょっとちょっと、いくら火の鳥の体力が多いからってそれは危ないわよ。なので肉焼きを出して火の鳥の前に移動させます。野田野田、ピアか間違って呂布を引いてるのだ。バカ野郎、シングコングがやられた。シマル出してカバーするのだ。イワシと火の鳥いい感じに削れた。まあこれも計算ですよ。あはは、めちゃくちゃ焦ってるけど火の鳥の活躍が見れそうだし、結果オーライかしら。おつ噂をすれば、うおー、286ダメージ、余裕で一撃なのだ。これですよ。これ他の妖怪には出せない効果力。やはり山田君はそうな目がいても関係なく火力が上がるのがいいですね。バカズキンがいなくてもそのレベルまで火力を上げられる山田君、やっぱり反則ね。うおー、火力の押し付けで見事勝利なのだ。それではもう少し山田火の鳥の火力を見てみますか。もっともっと強火力を。いい感じに体力減らしてくださいなのだ。相手のパーティーは怨念マンオニ、隠密エルドラに人任せ人のゴリ押しパーティーですか。しかし相性はいいですよ。今回は勇ましい陣に加え豪傑陣を張っているので、エルドラくらいのガード無視相手なら大丈夫と言いますか、呂布以外の物理アタッカーには強いです。いつつ100ダメージ以上受けてるけど、エルドラの攻撃が100ダメージですよ。十分に抑えてるじゃないですか。感覚がマッチしてるのだ。うわー、シングコングは怨念でダウンなのだ。怨念は呂布で受けたかったんですが、とといい火力、エルドラを半分以上削りました。今の当たってれば倒せたかも。なんでかわされちゃうのよ。うわー、肉焼きはやっぱりいい耐久なのだ。必殺を打てば持つと耐久火力ともに上がりますからね。本当に頼もしいです。そして悲しいことに火の鳥の妖術はお蔵入りになってしまうと、もう少し体力減って山田くんの倍率上がってればワンパンできたかもね。でも火の鳥いい感じにぐちゃぐちゃにしてくれたのだ。そして火の鳥怨念に強すぎるのだ。山田猛虎マイナンは怨念を倒した時に猛虎が発動しなくて負けちゃうのだ。その点火の鳥はスキルで絶対ごまかせるから本当に便利なのだ。うっそうですよね。前回ソテイスキルは反則ですよ。姫の怨念パーティーはドキドキいるから火の鳥のスキル発動しないけどね。本当に狂ってると思うんですよ、あの人。ヤバすぎる怨念パーティーなのだ。向こうもひしまる撃ってくるのだ。エルドラは火の鳥がいい感じに削ってくれてますし、ワンチャン倒せるかなと思ってます。A ランクまで上げてるし頑張れ頑張れ。視聴者さんはひしまるのランクはいくつにして使っていますか。汎用性の B ランクか、火力耐久を追求した A ランクか、基人とかした S ランクか。 S ランクひしまるなんて対戦で見たことないですよ。もちろん強いでしょうが驚愕するほどではないような。と言いますかひしまるは装備もたくさんの組み合わせにますね。隠密ブロッカー、隠密チャージブロッカー、我慢無敵我慢チャージ、腕はもう僕稀にいるわよ。妖怪ウォッチの隠れた主人公ひしまる。はい、そしてこの試合は無事勝ちましたね。普段はブロッカーコンで使う火の鳥ですが、完全アタッカーでも本当に強かったです。以上、妖術アタッカーなのに勇ましい族の壊れた妖怪火の鳥会でした。晩御飯は焼き鳥にするのだ。